ホワイトメモリー、ちょっとなんか懐かしい雰囲気のあるネオン管の感じなんですけども、ちょっと今日はね散歩してます。散歩してるんですけどね、ちょっと懐かしのね、エリアに行ってみようかなと思います。前からね気になってた場所があるんですけども、温泉街みたいなのがあるんですよね、まあ、ここからめちゃめちゃね離れてるんですけども、今日はちょっとねそっちの方に行ってみましょう。いや寒いですね。というわけで今日はこちら、前からね気になってる場所なんですけども、世の花、ここね温泉街みたいな感じになってます。でちょっとね今日はまあ入っていこうかなと思います。こんな感じです。のりたけですかね、温泉街。前からねすごい気になってて、ところどころでね標識というかあるんですけども、ちょっと行ってみましょうか。ここも大きな標識があります。上にも、ああ、ホワイトメモリてるかな。やってませんね。なんかちょっとお城みたいな感じになってます。ホワイトメモリーって書いてます。登ってきました。ね、この目の前に池があります。農業用のね貯水池だと思うんですけど、結構広いですね。であっち側にね結構大きな建物がいっぱいありますね。あの辺が温泉街かな。あれが
温泉の建物ですけど、こちらも温泉の関係の施設ですかね。かなり立派な建物になってますけど、誰も住んでないようです。ここも泉山って書いてます。天然ラドン温泉。1994年、これが大規模な温泉施設、見えるかな。この目の前に広がってるんですか。あ、ここか。やってないですね。地域になってます。入る人が多いんでしょう。ここもあの蛍光灯が全部取り除かれてます。ここはアミューズメント施設みたいな。立ち入り禁止になってますので、良い子の方は入らないように。のりたけ、ハワイアンプールって書いてます。すごいですね。ちょっと山、これ岡山市内でおそらく一番栄えたと言っていいほどのものだったんでしょう。で、渡り廊下もあります。で、ちなみにこれまっすぐ行っても普通の民家にたどり着くだけです。特にこの辺だけかな。
ちがありますけどちょっと入れないです。一瞬ねこの目の前にある木が人に見えたというちょっと怖い。一瞬人に見えたんですよねこれ。この不気味な木人に見えた。すごいな、空論城のような、まあ、もしくはあの軍艦島のようなね立派な造りです。軍艦ですね完全に。というわけで今日はこんな感じでお届けしました。ちょっとねあの温泉やってなかった残念ですけど、これもタンク湯を沸かすタンクかな。ちょっとねこんな近場にこういう施設があったのは知らなかったですけど、まあ、やってないというわけですね。まあちょっと中には入らないというか立ち入り禁止なんですけど、まあ岡山のね小島とかあるホテルに似たような感じです雰囲気は。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。皆様ありがとうございました。